この、まあ、セクションっていうのは、インタラクティブアクション、いわゆるビッグボスバトルっていうものを、まあ、リアルタイム演出として制作している、チームです。まあ、本来ここら辺も、うん、まあ、実際に入力していって、うん、まあ、キャラをあったかも自分で動かしているような形で、うん、操作を進めるような、うん、インタラクティブ性をちょっと前回よりも強めにしています、うん、全部ナルトのストーリー上に存在する、戦いっていうのを再現しています。プレイステーション3の、開発実機で動いている、実際のリアルタイムグラフィックですね。で、まあ、それぞれのボスバトルで、まあ、原作でも例えば、サソリとの戦いの時は、前半は洞窟の中で戦ってるんですけど、シナリオが進むと、まあ、洞窟の天井を壊してですね、地形が変わって、戦いが、まあ、変化していくんですけど、それをもうゲームでも、まあ、遊びをか地形が変わって、まあ、遊びも変わるっていう形で、まあ、落とし込んで、でよりユーザー様にも楽しめる、そして、まあ、ストーリー的にも感情移入できる感じで、設計していってます。今回のボスバトルはやっぱナルトが疾風伝になってからのね、戦いをやっぱ再現してるんで、結構戦いそのものが人の生き死にを描いてるんで、結構ハードなスケールの大きい、バトルが多い作品になってますね。地獄の始まりだ。百鬼の総演。まあ全てすごいとは思ってるんです、一つ一つが最高なんですけど、その中で言ってもデイダラ VS ガーラの、ボスバトル、これがですね、まあ、実際に、まあ、前半と後半で大きく見た目も遊びも変わって、まあ、前半では、飛んでるデイダラをですね、こうと戦う、ガーラが戦うっていう感じなんですけど、後半になると2人とも飛んでる感じのシューティング、派手なシューティングっていうので遊べるっていうのがすごい、まあ、印象が変わっててですね、もうぜひ一度ちょっと見てみたら凄さが伝わるとは思うんですけどそれが一番好きです。